はい、こんにちは、かばばです。今日はね、はい、こちら蔵王山に登ります。いやーすごいね、ここびっくりしたわマジでたまげたわ。いやー、カルデラになってるんですね。なるほどね。はい、はい、今日はねこんな感じで登ります。はい、今回のルートですが、蔵王カルデラの縁を歩くルートです。現在地は大黒天の駐車場。まずは勝田岳に向かいます。高低差 300m を登り切ると勝田岳の山頂で一休み。次に蔵王山山頂の熊野岳に向かいます。お釜の口、そして馬の背から一登りすると山頂の熊野岳に着きます。雄大なカルデラとエメラルドグリーンに輝くお釜を眺めながらの心躍る山旅に出発します。わあ、気持ちいい稜線歩きだね。これはいいな、アルペンチックで。はい、あれがね、勝田岳だと思うんですね。借りたって書く山だと思うんですが、あ、そうだよね。登山道続いてるし、人歩いてるもんね、頂上まで。で、あれが馬の背かな。すごいね。俺もさ、まあ、いろんなカルデラ見てきたけどさ、蔵王のカルデラってのすごいね、これ。暑いね今日ね。エコーラインの温度計が24度ってなってました。本当かどうかわかんないけど、暑いわ、すんげえ暑い。おお、勝田岳が、目の前になってきました。いやー、結構ねいいコースじゃないいやー、地味にきついねこの登り。お、お、おかあま、もうすぐ山頂かな。っていうか、この建物は何ですか、これ。ああ、避難小屋っぽいね。避難小屋だね。
感じなんだ。避難小屋すぎてね、ちょっと歩くと山頂っぽくなってきましたね。お、これが山頂かな。はい、伊達宗隆。おお、あったよ、山頂の日が。はい、11時17分、買っただけ山頂です。お、この下から見れるみたいね。降りてみましょう。ああ、見えてきた。でもさ、去年行った一切経の魔女の瞳もすごかったけど、こっちはすごいね、緑だもんね。まあ、地図上じゃ馬の背って書いてあるところを歩いてるんですけど、的にはもう天国平だね、ここは。もうすぐ、まあ一応蔵王の山頂の熊野岳あとちょっとなんですが、ここはね、近づくと怖いんだけど、ほら石径の下にオッカマがポカッと口を開いてます。はい、あ、これね、道しるべがありました。そうだね、こっち行って熊野岳の山頂でぐーっと稜線行って、あそこは避難小屋で、避難小屋から降りてくると、こんな感じですね。行ってみましょう。いやー、気持ちいいな、この山歩きは。マジで、やっと着いたかな。山頂っぽいね。はい、はい、お邪魔します。おお、ありがとうございました。はい、熊野岳、はい、日本百名山、蔵王山です。はい、
山頂はね、これ広いね、うん、ソフトボールやれるぐらい広いね。ちょっと斜めて、ちょっと斜めてっけどね。でね、ここ山頂ちょっと降りたところですけど、カウママがお弁当作ってきたっていうんで、この辺で食べましょう。どっか座れるとこ。ママおにぎり、最近定番です。それとカムママの煮物もうね、なんかよだれ垂れてんだ俺。あとこれがなんか美味しそうなんだ、豚ニンニクスープ。非常にあの僕の周りニンニク臭がすごいです。カムママはこれは納豆汁ね。はい、美味しかった山頂お弁当シリーズということでございましてね、まあ、美味しいご飯を食べました。はい、帰り道だね。今度は避難小屋経由でくるっと、まあ、ループを巻いて帰ってきます。いやー、いいね、気持ちいいね、この山は。はい、いろいろね、碑がありますけど、なんだこれ、避難小屋と。本当だ、はいはいはい。ここはね、電波も通じるから十分避難して助かりそうな感じしますよね。ああ、こんな感じなんだ。はい、これはね、燃料となる滝かなんかかな。はい、分岐まで降りてきました。行きはね、ここ登ってったんだけど、はい、馬乗せまで戻ってきました。風がね、だいぶ冷たくなってきた。登ります。なんで、渚さんのパターンだよね、これね。そういうことで、蔵王山非常にいい山でした。好きになりました。はい、動画をね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。かばばでした。